こんばんは。身長は遺伝、睡眠、食事、運動、どの要素が一番強い？一番強いのは遺伝ですね。遺伝の次が食事じゃないですか。その、日本人って、まあ、10年前ぐらいか。10年前ぐらいまで、平均身長伸び続けたんですよ。で、なんで平均身長伸び続けたかっていうと、その、昭和とか平成の人たちって、その、まあ、平成は大丈夫なんですけど、昭和の時代って、その子供時代にちゃんとした栄養が手に入らなかったので、遺伝子的には身長が170いける遺伝子だったんだけど、生育がそこまで、届かなかったので、170にならなかったっていう人たちがいたんですよ。で、平成ぐらいに入ってから、もう食いっぱぐれる大人も子供もそんなにいないので、遺伝子の限界ギリギリぐらいまで身長が伸びるようになったんですよね。なので、その平均身長が下がっちゃったんですよ。まあ同じぐらいになるのがたまたま下がっちゃったっていうだけだと思うんですけど、要はその食料の問題で平均その食料問題がだんだん解決していって平均身長が上がったんですけど、食料問題が完全に解決したので、あとはその日本の平均身長っていうのはもう遺伝が天井になってるっていう状態なので、なので日本人の場合は遺伝の方が要素としてはでかいんじゃないかなと思います。